サムライの坂本さんシリーズ2に継承しようかめっちゃ迷ってます。結構ねそういう質問いただくんすよ、継承した方がいいですかとかさ。例えばそのあオーダーがちょっと分かんないから、あなたの例えばリアタイメインでやってるとかリーグメインでやってますとか、そういうところによってはまた変わってきたりするし、そっち系の質問やっぱねもう自分で決めた方がいいよ、後悔のないように。俺の意見を聞くんであれば俺は全部継承します。高い方があんまりしたくないので、もうとりあえずスピリッツ正義やから、もうスピリッツが高い方高い方に継承していって、よほどじゃない限り控えもしない。無課金の人とか2体持ちとかできる？あと何々当たったんですけど強いですかはめちゃめちゃいい選手当たってて、自分もこの選手いい選手って思ってるのに、当たったことアピールしたいから何々選手強いですかって聞いてる勢もいる、このプロスピ界隈。ええって分かってるやん、柳田選手強いですか、いや分かるやん、強いやん、聞くまでもないやん。村上選手強いですか、いや知ってるやん、野球やったことないの、野球見たことあるやろ、三冠王や、弱いわけないやん、今すぐ売れその S ランク捨てろ、特訓に混ぜろって言いたいもん、そういうやつ。たまにね、え弱いですよって返すときあるで、俺嫌味でもうしつこいやつには。YouTube のコメントとかが結構あるから、 YouTube のコメントとかも気軽に弱いですよ、一回なんか弱いですよって返したらは弱いわけないやんって返ってきて、いやじゃあ知ってるやんお前、自慢したいだけやん、一緒、そこまで言わんかった、なんで32歳に自慢してんの、おっさんやぞこっち、おっさんそんな自慢されてもなんとも思え、あなたと同じぐらいの年の子やったら多分そうやって自慢されたらくっそーいい選手持ってやがると思うかもしれんけど、こっち配下金ずやん、自慢されてもやん、こっちは FIFA に3日で40万以上課金してんねんぞ、なめんなよ。